中垣秀明は、日本の厚生労働官僚。内閣官房内閣審議官を経て、初代厚生労働省医役、生活衛生局長を務めた。退官後、東京医科歯科大学特任教授。愛知県生まれ。愛知県立旭川丘高等学校卒。1982年東京大学法学部卒業、厚生省入庁。 1992年浦和市保健衛生部次長。1993年浦和市保健衛生部長。1994年厚生省健康政策局指導課課長補佐。1996年厚生省健康政策局総務課課長補佐。1997年厚生省大臣官房会計課課長補佐。1998年文部省。 初等中等教育局特殊教育課特殊教育企画館。1999年文部省障害学習局社会教育課地域学習活動企画館。2000年厚生省生活衛生局食品保健課、新開発食品保健対策室長。2001年厚生労働省医薬局、食品保健部企画課、新開発食品保健対策室長。 2002年総務省行政評価局評価監視官2004年厚生労働省医政局維持課長2006年厚生労働省健康局生活衛生課長2007年厚生労働省健康局生活衛生課長兼内閣官房内閣参事官2008年厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課長 2010年厚生労働省医薬、食品局総務課長。2011年日本政策金融広庫国民生活事業本部生活衛生有志部長。2013年内閣官房内閣審議官。2015年から医薬食品局を開組した厚生労働省医薬、生活衛生局の局長を務め、患者のための薬局ビジョン策定などに当たった。 2016年明治安田生命、保健総合会社顧問、東京医科歯科大学特任教授。ありがとうございます。